これからもうちょっと足を伸ばそうと思います。最初はもうここでいいやと思ったんだけど、バテバテでご飯食べてちょっと MP が回復したので、 LP、HP、わかんないけどパワーが回復したので、カラスオだけっていうところに行きます。コースタイム的には行き40分、大丈夫じゃないかな。 Let's go。お地蔵さんドレスアップされてる。こんにちは。はしごきました。おっとっと通ってた転びました。滑りました。さっきはすごく下に見えてた目的地のカラスオ山荘が今かなり上に見えます。これは40分かかるね、まあ、私たちの場合40分以上だけど、さっきすごい近くに見えたから全然40分とかかからなそうって思ったけど、かかります。ここが下げ止まりだと思われます。あとは登る、多分ね。うん、かわいい花が咲いてる。なんかスズランみたいな感じだけど木に生えてる。あとちょっとだ。カラスオ山荘に着いた。富士山だいぶ薄くなって雲に隠れてるけど、でも広がりはあるね。風が気持ちいい。小屋があるとこ。次回チャレンジしたい遠野岳が見えてます。あそこの小屋に泊まろうと思って。だいぶ遠い。カラスオだけまで来てよかった。ちょっとなんか山の塔で帰ってたらなんとなくもったいなかったなって思いました。というわけで戻ります。レッツゴー。
登り返し結構急です。でもな、ここ下りの方が怖いんだよね、ずるずる滑って。なので登りはしんどいけど一歩一歩着実に行けます。今ちょっとした分かれ道があって、ピンクリボンがこの左の方にあったから行ってみたけど、相当がれてて急な道なので、ちょっと右の方に戻ろうかな。しかしこれ戻んの怖いな。なんかこんな道下ってきてない気がする。というわけでこっちに行ってみます。なんかはしごとかまだ出てきてないしね。やっぱりさっきの道右で合ってた。全然あの左の通ろうとしてる道は断崖絶壁です。下るときはね絶対間違えようがないの。あの道が絶対こっちなんか降りれないって感じだから。だけどピンクリボンがあるから登るときは間違えちゃうかもしれないなって思った。これから先はもう階段ゾーンかな。疲れすぎて鎖を伝っています。あの阿部寛の映画の足がダメな手で登れってやつ。全然違うけど。なんで突然ドラマチックに従うのか、全てを。よし、お地蔵様まで戻ってきた。ありがとうございました。カラスオ小屋は遥か下に行った。そして遠野岳小屋が見えてる。相当遠いよ。いい景色。山の塔戻ってきた。人が誰もいなくなってる。ちょっとだけ足を休めて下山します。富士山はすっかり隠れたね。